バナナは、バショウ科バショウ属のうち、果実を食用とする品種群の総称である。また、その果実のこと、いくつかの原種から育種された多年生植物、熱帯亜熱帯の地域で栽培されるトロピカルフルーツ。種によっては熟すまでは毒を持つものもある。日本では古くはバショウと呼ばれ、実を食するものはジッパーショウとも呼ばれる。葉の繊維を主に利用する糸バショウは同属異種。食用果実として非常に重要で、2009年の全世界での年間生産量は生食用バナナが9581万トン、料理用バナナが3581万トンで、総計では1億3262万トンに上る。アジアやラテンアメリカの熱帯域で大規模に栽培されているほか、東アフリカや中央アフリカでは主食として小規模ながら広く栽培が行われている。また、花を料理に使う地域もあり、葉は皿代わりにしたり、包んで蒸すための材料にしたりするほか、屋根の材料などとしても利用される。原産地は、東南アジアを含むマレーシア、熱帯アジアなど。バナナの栽培の歴史はパプアニューギニアから始まったと考えられている。バナナの木と言われるように、高さ数メートルになるが、実際には草本であり、その意味では、園芸学上果物ではなく、野菜に分類される。その高く伸びた茎のような部分は、ニセ系と呼ばれ、実際には、幼少が幾重にも重なり合っているものであり、いわば玉ねぎの球根を引き伸ばしたようなものである。茎は地下にあって短く、横に這う。茎のような先端からは、長楕円形の葉が大きく伸びる。バナナの花とヨウカ花は、ニセ系の先端から出て、下に向かってぶら下がる。果樹は一本の果軸に複数の果房がつき、各果房には10本から20本程度の果て指からなっている。大きな花弁に見えるのは、包葉で、果指の部分が本当のバナナの花である。果子一つ一つが一本のバナナに成長し、果房がバナナの房となる。なお、開花は一本のニセ系につき一回のみで、開花後は株元から球芽を出して枯れてしまう。最初は下へ向けて成長するが、後に上へ向けて成長することから湾曲した形となる。果皮の色は品種によって異なり、一般的に知られるものは緑色から黄色であるが、桃色から紫まで多様である。収穫5時間が経過するにつれて、皮の表面に浮かぶ黒い斑点状のものは、スイートスポット、またはシュガースポットと呼ばれ、簡単な熟成のバロメータとなる。成熟したバナナの皮にはクロロフィルの分解物が含まれ、紫外線を照射すると青色の蛍光を発する。キャベンディッシュ種などの食用バナナは3倍体であるため、種子を作らない。球芽の株分けなどで繁殖する。バナナの語源として一般的なものはゴロフ語のバナンナであるが、指を意味するアラビア語のバナーナとする説もある。野生種のバナナの断面。多数の種子を含んでいる、現代の食用バナナの祖先種の元々の自生地域。マレーヤマバショウは緑色、琉球バショウは橙色で示されている。バナナの原種はマレーヤマバショウと琉球バショウである。今日では、この2種は食用とはされないが、栽培種のバナナはマレーヤマバショウ及び琉球バショウのどちらかまたは、双方のゲノムを保有する奇数の倍数体であるものが、大部分でゲノム構成の違いによって分類されることがある。3倍体などの奇数のゲノム構成のため、原数分裂が正常に進行せず、配偶子形成が異常になるため栽培バナナは不燃となる。様々な品種のバナナ。左からプランテーン、モラードバナナ、レディバナナ、キャベンディッシュ。キャベンディッシュは世界で生産されるバナナのほぼ半数を占め、日本のスーパーマーケット等で一般に売られている品種。日本では主にフィリピンから輸入される。太さを保ちつつ、長さもある大型のバナナ。デザート用に栽培されている。皮は厚く綺麗な黄色になる。AAA の同質3倍体のゲノム構成を持つ。キャベンディッシュの原産はモーリシャスもあり得る。19世紀にはイギリス人植物科学者により、ダービーシャーにあるチャッツワースハウスにもたらされた。園芸品種は、ウィリアム・キャベンディッシュにちなんで名付けられた。日本では沖縄県で栽培されることもあるが、生育できる北限に近いため結実しても本来のサイズには至らず、生産量は少ないという。ラカタン色と形はキャベンディッシュとほぼ同じで、大きさは少し小さい。クエン酸が多く含まれ、やや酸味が高く、味が濃い。フィリピンではキャベンディッシュよりも味が好まれ、最も流通量が多い品種となっている。レディフィンガー果実の長さが7から9センチメートルほどの小型バナナ。皮は薄く、果肉は柔らかくて濃厚な甘みを持っている。日本では主にフィリピンから輸入している。モンキーバナナとも呼ばれる。通称としてフィリピン産をセニョリータ、エクアドル産をオリートと呼ぶ。島バナナ日本国内でも南九州、沖縄県を中心にバナナが栽培されている。沖縄県や鹿児島県奄美群島では、普通のものより、はるかに短くて小さい島バナナという品種もよく見かける。味は酸味がやや強い。皮が薄く傷みやすい。小笠原諸島で栽培されるキング種も島バナナと呼ばれる。沖縄の島バナナ、鹿児島県中之島のトカラバナナプランテンアブの一室3倍体のゲノム構成を持つ品種はプランテンと呼ばれ、バナナとは異なる果物に分類される場合もある。生食されることはなく、加熱調理して食される。世界生産量の2割弱を占める。グロス・ミッチェル・キャベンディッシュ種と同じく AAA の同質3倍体のゲノム構成を持ち、どちらもデザート用に栽培されている。かつてはグロス・ミッチェル種が最も多く栽培されている品種であったが、20世紀中頃に世界的に蔓延したパナマ病によって大打撃を受け、現在では全生産量の1割ほどに止まっている。打撃を受けたグロスミッチェル種の代替として、キャベンディッシュ種の栽培が急速に広まり、1960年代にはグロスミッチェル種の栽培は廃れてしまった。日本では岡山県の農業法人株式会社 D&T ファームがグロスミッチェル種を凍結解凍覚醒法という栽培方法で日本で栽培している。2018年現在、門芸バナナという名で売られている。その他1990年頃からキャベンディッシュに感染するフザリウム菌病が世界中で流行し始め、この栽培バナナが絶滅しないかどうか危ぶまれている。そこで遺伝子組み換えによってバナナの新しい品種を作成する試みも行われている。栽培バナナは不燃で花粉や種子ができないため導入された遺伝子が外界に広がって遺伝子汚染を引き起こす可能性は低く遺伝子組み換え作物に適していると言われる。また皮を剥けば衛生的であり乳幼児でも接触できるのでバナナ果肉中に抗原を生産させ経口ワクチンとして利用するための開発が進められている。衛生環境が悪く電力が不安定で、ワクチン保存環境も悪いところでも、現地において、衛生的で再生産可能な経口ワクチンになるのではないかと期待されている。パプアニューギニア高地のアギ渓谷にあるクック遺跡での発掘によって、オーストロネシア人の到来以前の関心よ前期に、オーストラリムサというニューギニア在来種が人の手によって栽培されていた、いくつかの証拠が見つかっている。東南アジアからニューギニアにかけての地域で栽培化されたバナナは、マレーポリネシア系民族が太平洋の島々に移住していくにつれて、それらの島々にも広がっていった。また、西のインドにも栽培化から火を置かず伝播していった。このため、東南アジアからインドにかけての地域においては、現在の主要品種以外にも多くの種類のバナナが存在している。東南アジアにおいては、より安定し、貯蔵性にも優れた上収穫量も高い稲という植物が出現したため、原産地であるにもかかわらず、バナナの重要性は限定的なものとなった。一方、伝播した先のオセアニアやアフリカにおいてはバナナをしのぐ栽培植物が出現しなかったため主要な食料の一つとなり、非常に重要な地位を占めることとなった。ダン・コッペル著、バナナの世界史によると、古代のインド以西の中東地域において、バナナはイチジクと呼ばれていた。マケドニア人のアレクサンドロス3世は、インド遠征でバナナを見たとき、これをイチジクと記したとされる。また、アラビア語で書かれた、コーランに出てくる楽園の禁断の果実、タルは、バナナと考えられており、ヘブライ語、聖書では禁断の果実は、エバのイチジクと書かれているとされる。このことから、実は、創世記に出てくるジュエの木の実は、通説のイチジクではなく、バナナであったとする仮説がある。なお、知恵の木の実をリンゴとする俗説はこれより、後世の語訳に由来する。確かなことは、リンゴは、寒冷な中央アジア原産とされ、エデンの園があったとされる、ペルシャ湾岸では育たないということである。一方、西のアフリカ大陸にも、マレー系民族の移住した、マダガスカルやアフリカ大陸東岸から、紀元前後に、バナナが伝播した。バナナは、熱帯雨林でも栽培ができ、それまでの主作物であったヤムイモに比べて手間もかからず、収量も多いため、コンゴ盆地や西アフリカの熱帯雨林地域に急速に広がっていった。コンゴ盆地には5世紀に到達し、これによって熱帯雨林に農耕民が展開することが可能になり、さらに余剰を生み出すことで人口が増加し、交易や文化が発達していった。大航海時代、アメリカ大陸がヨーロッパ人により発見されて移民が始まると、1516年にスペイン領カナリア諸島からカリブ海のイスパニョーラ島にバナナが導入された。奴隷貿易によってアメリカに移住させられた奴隷の故郷はバナナ生産地域であり、彼らによってバナナはカリブ海や中南米の熱帯地域へと広まった。ここまでの伝播は主食用の用途を主目的としており、ハイランドバナナやプランテンバナナの伝播の歴史であって、果物バナナはそれに付随して伝播していった。これが大きく変わるのは、19世紀の後半にアメリカ合衆国の資本が果物バナナの大規模なプランテーション栽培に乗り出してからである。マイナー・キースの創立したユナイテッドフルーツ社が1874年にコスタリカに農園を作ったのを皮切りに大企業が中南米へと進出し、広大な未耕地を開発して、大農園を作り上げた。鉄道や船などの輸送手段の改善によって、バナナをアメリカの消費者へと送り届けることが可能になり、バナナはホンジュラスやコスタリカ、グアテマラなどの中米の小国において、主要輸出品目となるまでになった。20世紀に入ると、さらに生産は拡大し、フィリピンなどにおいても商業生産が拡大していった。この生産の急拡大と輸送手段の改善によって、バナナは安価な果物として、先進諸国において急速に広がっていった。一方で、バナナ会社は河川化が進み、最大手だったユナイテッドフルーツ社は、バナナプランテーション以外に目立った産業のない、中南米の小国群を意のままに支配するようになり、こうした国家を指す、バナナ共和国という政治用語が生まれるまでになった。一方で、アフリカのバナナ主食地帯には17世紀に南アメリカからキャッサバが伝来し、バナナよりもさらに手間がかからず多収量であるため、瞬く間にバナナ栽培地域へと広まった。これによってかなりの地域で主食がバナナからキャッサバへと移行したものの、バナナを嗜好し、バナナを主食作物として作り続ける民族も未だ数多く存在し、料理用バナナは依然この地域の基幹作物の一つとなっている。バナナは熱帯域を中心に世界の広い範囲で栽培されている。国際連合食糧農業機関の統計によると2016年の時点で果物バナナの全世界での年間生産量は1億1328万トンである。また、渦には表示されていないが、料理用バナナの同年の全世界年間生産量は3506万トンである。この2種のバナナを合わせた全体の生産量は2016年で1億4834万トンとなる。生殖用バナナは多くが大規模なプランテーションで栽培されている。生産量ではインドが 28% を占める。そのほとんどはインド国内で消費され、輸出量ではラテンアメリカ諸国が8割を占める。これは、ラテンアメリカ諸国及びフィリピンにおいてはバナナが当初から輸出産業として開発されたのに対し、インドやアフリカなどではまず自給用や国内消費用に生産の主眼が置かれているからである。主な輸入国はアメリカ合衆国で、1998年から2000年の統計では世界の全輸入量の 33% を占めていた。次いで欧州共同体が 27%、日本 8% となっている。料理用バナナも東、アフリカや中央アフリカでは主食とされる重要な作物であり、世界のバナナ生産量のほぼ4分の1を占める。生産量としてはウガンダが飛び抜けて多く、2009年には951万トンと、料理用バナナ生産量の4分の1を占める。次いで、ガーナ、コロンビア、ルワンダ、ナイジェリア、カメルーン、ペルー、コートジボワール、コンゴ民主共和国の順となり、以上の国家が100万トン以上を生産する。料理用と生食用を合わせて考えた場合、ウガンダのバナナ生産量はフィリピンを抜いて、世界第2位となる。料理用バナナは大規模プランテーションで生産されることはなく、小規模自営農が自らの消費分や近隣市場への出荷分を生産する。また、バナナの木は早く大きくなるため、飲酒で成長の遅いカカオなどと組み合わせると、被覆植物としての役目も果たす。これを利用し、ガーナでは新しく開いた農地にまず主食用のプランテンバナナやヤムイモを植えて、食料を確保し、その後にカカオの木を植えて現金収入を確保するというやり方で生産を拡大し、ガーナは1911年にはカカオの世界最大の生産国となった。でんぷん含有量は昼夜の寒暖の差が大きい地域で生産されたバナナの方が多くなる。先進国向けに果物を供給する多国籍企業が熱帯の発展途上国にバナナのプランテーションを築いて、現地の労働力を買い叩くだけでなく、作物の生産を海外向けのバナナの生産に転換させることで現地で消費する農作物が不足したり、バナナ生産の効率化のために農薬を空中散布して健康被害まで出している。スミフルの場合、日本の NGO が反対運動を展開する中で、2019年6月18日に、フィリピンミンダナオ島の労働組合の幹部が来日し、スミフルに関わった日本企業の責任追及と、スミフルブランドのボイコットを日本の消費者に要請した。日本では、地中海ミバエなどの害虫の侵入を防ぐため、植物防疫法の定めによりこなした状態では輸入できない。このため、輸入するバナナはまだ青い緑熟のうちに収穫して、低温輸送船などで、日本に運ばれる。植物防疫法、食品衛生法等の諸手続きを経て、輸入通関後、バナナ加工業者の所有する加工室内でエチレンガスと温度、湿度調整によりバナナの熟成を促す。日本では他国より輸入されるバナナへのポストハーベスト農薬として、チアベンダゾール及びエニルコナゾールの使用が許可されている。黄熟バナナ保存の最適温度は、摂氏15度前後であり、一時的にでも摂氏13度以下に置かれてしまうと熟成がうまく進まなくなるほか、低温障害を起こし皮が変色する。しかしながら、家庭で長期保存するには、購入した時点で熟成が進んでいることが多いため、冷蔵庫保管が有利。また、接触により傷みやすいため一般に行われている。小売店での陳列とは逆の山形の方を上にして置くか、吊るして保存する。完熟したバナナは冷凍しても凍らず包丁で切ることができる。バナナやオレンジなどの輸入果実を卸売市場で取引するときの単位はカートンであり、バナナの場合は1カートンが 13kg である。同じバナナでも欧米では1カートンが 18kg である。生の黄色い若いバナナを35度のお湯に5分間、つけておいてから引き上げ、余熱を持ったまま数時間放置すると、その間にバナナ中の酵素であるアミラーゼの働きが活発になり、でんぷんが分解され、糖度が格段に上がる。またお湯につけることで、バナナ中に高ストレス物質が生成され、常温で2週間は黒く変色せず、保存性が格段に高まる。栽培バナナは不燃でクローン繁殖であるため遺伝的多様性に乏しい。このため、一旦病気が発生すると致命的な打撃を受ける。フザリウムが引き起こし、実を腐敗させるフザリウム胃腸病レース1は20世紀中期まで広く栽培されていたグロスミッチェル種を壊滅させた。この後、レース1に耐性があるキャベンディッシュ種が世界的に広く栽培されるようになった。しかし、1990年頃発生し始めたレース4と呼ばれる変異体によるシンパ生病はキャベンディッシュ種に感染し、マレーシア、フィリピン、台湾及びアフリカ諸国のバナナ栽培に損害を与え、近年は中国、インドネシア、オーストラリア、ヨルダン、モザンビーク、中米諸国にも被害が広がっている。2014年時点では、この深刻なシンパ生病への対処法は見つかっておらず、また、フザリウムの胞子が土に何十年と生き残るため、土壌の消毒も必要で、このまま世界的に感染が拡大した場合10年以内にキャベンディッシュ種は全滅するとも言われ、品種改良や遺伝子操作、ゲノム解読による対策が急がれている。なお、キャベンディッシュ種の元となった3種類のバナナ品種のうち、パナマ病に耐性のある品種 DH パハンのゲノムが2012年に解読された。シノウ菌、マイコスフォレラフィジンシスによって引き起こされるシガトカ病は、バナナの葉を黒く変色させ、光合成を阻害して、収穫量を半減させる病害である。殺菌剤の噴霧で対処できるが、徐々に薬剤耐性を獲得しており、有効性が低下している。トストーネスを調理中、マラスキーのチェリーとアイスクリームを添えた揚げバナナ世界で生産されるバナナの約4分の3はデザート用、約4分の1が調理用である。アフリカ諸国には個人の摂取カロリーのうち半分をバナナに依存する地域も存在する。バナナは多くの熱帯の人々にとって主要な澱粉源である。栽培品種と成熟度に依存して果肉の味は澱粉質から甘みまで、質感は硬いものからドロドロなものまで差がある。皮と内部はどちらも生のままあるいは調理して食べることができる。新鮮なバナナの方向の主要な構成要素は、酢酸イソアミルであり、酢酸ブチルや酢酸イソブチルといったその他いくつかの要素も香りに寄与する。成熟過程の間に、バナナはエチレンガスを産生する。エチレンは植物ホルモンの一つであり、香りに間接的に影響する。エチレンはアミラーゼを誘導し、バナナの味に影響を与える。より緑色の熟していないバナナは、でんぷんの含量がより高く、その結果としてよりでんぷん質な味を有する。一方で、黄色のバナナは糖含量がより高いため、より甘い味がする。その上、エチレンはペクチナーゼを誘導し、これによって熟すにつれてバナナは柔らかくなる。キャベンディッシュ種などのデザート用バナナは、皮を剥いてそのまま、あるいはケーキやヨーグルトに入れるなどして生食される。牛乳や氷などとともにミキサーにかけてジュースとしたりバナナスプリットのようなデザートの材料にすることもある。縁日などではバナナにチョコレートをかけたチョコバナナなどが屋台の定番の一品となっている。カンボジアでは熟成前のバナナは塩、砂糖をふりかけ炭火焼きで食べられている。なお、乾燥させたものはバナナチップとして販売されている。料理用バナナは生食用バナナより、でんぷん、繊維質、ビタミン A 等が豊富である。デザート用より大きく、1本の長さは30から40センチメートルほど。基本的には熟す前のものを食用とする。そのため、生の料理用バナナは、色は緑で、果物というより、野菜のような青臭い匂いがする。生のままでは皮も実も硬く、生食用バナナのように素手で皮を剥いてそのまま食べることはできないので、芋のように刃物で皮を剥き、煮たり、蒸したりして加熱してから食べる。味や食感も芋に近く、ほとんど甘さはない。ウガンダをはじめとする東アフリカでは、こうしたバナナ料理はマトケと呼ばれ、主食として特に重要視される。マトケは蒸したものが基本でアリウエ島とされるが、煮たものもマトケと呼ぶ。料理用バナナはハイランド種やプランテン種をはじめとするいくつかの品種があり、東アフリカにおいてはハイランド種が主食用、プランテン種は軽食用とされるが、西アフリカや中南米においてはプランテン種は主食用とされる。バナナの揚げ物としては、バナナチップスのように薄く切って素揚げにしたもの、東南アジアの揚げバナナのように衣をつけて揚げるもの、キューバ料理のトストーネスのように潰してから揚げるものなどがある。フィリピンではバナナの実を煮込んだ上で着色料を入れて赤色にしたバナナケチャップが作られており、トマトケチャップ同様に一般的に使用されている。ベトナム、ラオスなどでは、いわゆるモンキーバナナを焼いたものがおやつとして屋台などで売られる。バナナを穀物粉と共に発酵させたアルコール飲料であるバナナビールは、アフリカで広く飲まれている。イギリスのスーパーマーケットでは最も需要の高い食品とされ、年間売上額は7億5000万ポンドに達する。日本では手軽に食べられるおやつとしても親しまれている。フィリピン、インドネシア、タイ、南インドなどバナナの生産地では、バナナの花を食用とする地域が珍しくない。それらの地域では、食用のバナナの花が市場で売られている。食べ方は、つぼみの外側の包葉を排除して、つまり、つぼみの皮を剥くと、可食部である芯が現れる。そのままでは、アクがあり食べられないため、水にさらして、アクを抜いてから炒めて調理する。苦味がある。バナナの葉に盛り付けた南インド料理バナナの葉は、調理器具や食器として用いられ、もっぱら葉を取るための葉バナナも栽培される。東アフリカでは調理用バナナを、バナナの葉に包んで蒸したマトケが主食である。南インドの生産では、料理をバナナの葉の上に盛り付けて食べる。サイパンには、ココナッツとタピオカを練り合わせて作った餅をバナナの葉で包んで蒸し焼きにするアピギギというチャモロ伝統の菓子がある。パプアニューギニアには、地面に掘った穴に熱した石を入れ、バナナの葉で包んだ肉や魚などを置いて、土をかぶせて、蒸し焼きにするムームーという料理がある。また、熱帯地方では簡易な家屋の屋根を拭く材料としても使用される。沖縄では、芭蕉布が芭蕉科の糸芭蕉がの繊維で織られる。熱帯ではないところでは観賞用に植えられることがある。枯れた木は主に政治用チップとして世界各国で利用され、果実と同じ匂いがする。食物としての入手用異性と潤滑効果があることから、割礼の習慣のある国、地域を中心に男性の自慰行為に使用されることがある。バナナの皮には幻覚作用を持つアルカロイド、ブフォーテニンが微量ながら含まれているという都市伝説もある。1967年、バークリー・バーブという新聞に冗談でバナナの皮にはバナナジンが含まれていて麻薬作用を起こすと書かれたのが始まりであり、それが転じて、ブフォテニンが含まれている、となった。バナナの皮は食べられないため、食用としては捨てられる部位である。そのため、路上に遺棄された皮を踏んだ人が滑って転ぶ、古典的なギャグとしての利用が世界的に知られている。バナナの可食部に面する果皮の内側は多量の植物油を含んでいるため、潤滑効果と呼ばれる現象が発現し、摩擦係数が低減するため滑りやすくなる。この現象はワックスを塗った床が滑りやすくなるのと同じ原理である。ギャグとして知られる一方で、摩擦係数の低減についての学術研究は長らく行われず、これを行った生体摩擦学者の馬淵清らは2014年にイグ・ノーベル賞を受賞している。バナナの皮を踏んだ人が滑る。表現の起源は定かではないが、出版物においては19世紀にオレンジの皮で滑る表現が存在し、1900年前後にはオレンジの皮、バナナの皮がそれぞれ別の曲で歌の題材としても用いられた。芸として確立させたのはボードビリアンのビリー・ワトソンであり、1900年代初頭に舞台で持ちネタとして披露したことで名声を博し、スライディング・ビリー・ワトソンの異名を取った。同様に、最初に登場した映画作品は不明だが、1910年代初めには、すでに定番の表現であったとされている。その後、バスター・キートン、Aヘルシー・ネイバーフッドや、チャーリー・チャップリン、アルコール先生海水浴の巻、ハロルド・ロイド、ザ・フラート、ロイドの服の神など、視覚的なわかりやすさから多くのコメディ映画に用いられた。ちなみにキートンは1921年のキートンのハイサインで仕掛けに通行人が引っかからないという進化させた表現を用いている。文学では中島敦氏が虎狩りで中学生の私が現在のソウル郊外で虎狩りを見物し、獲物を松間に食べたバナナで妙案を思いつき、このバナナの皮を下へ巻いておいて、虎を滑らしてやろうと考える話が出てくる。任天堂のマリオカートシリーズにおいては、バナナの皮をコース上に設置して接触したプレイキャラクターはスピンするトラップアイテムとして登場する。日清戦争の9年後の1903年に日本統治下に置かれた台湾から神戸港に向けて7カゴのバナナを輸入したのがバナナ輸入の始まりと言われている。当時は一般人が入手できない高価な希少品であった。第二次世界大戦中は輸入が途絶えるなどして戦後には再開されたが普及不要品として GHQ により輸入制限が課せられていた。このため希少品であることに変わりはなく価格は4から5本につきサラリーマンの平均給与の 2.5% 程度であった。1963年にバナナ輸入が自由化され、フィリピン産バナナが台頭するなどにより安価な普及品へと変化した。また、日本向けバナナを生産しているミンダナオ島のプランテーションにおいて、労働問題や農薬による健康被害などの問題が出ている。この問題を取り上げたドキュメンタリー映画、甘いバナナの苦い現実も制作されている。2003年前後から、標高700メートル程度の高地で通常より長い生育期間を経て栽培した食味の良いバナナがスーパーマーケットなどに出回るようになり、ブランド化が進んだ。主なものにスーイーティオ、完熟王などがある。平成22年度においては、日本のバナナ輸入の 94.7% はフィリピンからのものであり、ほぼ独占状態にあった。次いで、エクアドルからが 3.6%、他に台湾やペルーなどからもわずかに輸入がある。その後はエクアドル産がシェアを伸ばしており、2017年の総輸入量98万6000トンのうち、フィリピンからが79万1000トンと最多を維持しているものの、エクアドルからも14万7000トンが輸入された。メキシコ産やグアテマラ産なども日本へ入ってきている。2017年3月に岡山県産のモンゲーバナナが発売された。同県の T&T ファームの取締役技術責任者である田中節三が個人研究で40年かけて開発した凍結解凍覚醒法で沖縄県や九州、小笠原諸島以外でもバナナが栽培できるようになった。バナナは元来温暖な気候に適し、赤道を挟んで北緯30度から南緯30度の間に位置する。バナナベルト地帯のうち年間を通して多雨でありながら台風などの暴風が少ない地域で主に栽培された。かつて極東では台湾が栽培の北限と言われていたが、上記のように日本の本土や離島でも暖かい地域では収穫できていた。とはいえ、田中の幼少時にバナナは希少品で病気見舞いなど限られた時にしか食べられなかったバナナの味を懐かしみ、自宅の庭で耐寒性に優れたモンゲーバナナを開発した。モンゲーは、すごいを意味する岡山県の方言である。凍結解凍覚醒法は、太古の氷期を生き延びた能力を植物から引き出せるとの考えに基づく。こうして開発された新品種は2018年5月時点、岡山県のほか広島県、鹿児島県で出荷実績があり、北海道から九州までの日本各地のほか、中華人民共和国北部で栽培あるいは栽培準備が進んでいる。フィジーの国旗にはバナナがあしらわれているバナナと、猿は切っても切れない関係にある2006年頃から、日本では朝食にバナナを食べるという朝バナナダイエットなる肥満解消法がインターネット上やテレビで取り上げられた。2008年3月には同法の提案者とされるハマチが書籍朝バナナダイエットを出版。ブームの過熱ぶりにより日本各地でバナナが一時期品薄状態になった。上述のようにバナナは猿の好物とされ、猿を連想させるものでもあるため、サッカーでは白人が黄色人、黒人選手を猿扱いする目的でバナナを競技場内に投げ入れることがあり、これが人種差別的行為とみなされる場合がある。主に欧米の試合などで見られるが、とりわけ1970年以降、欧州を中心にアフリカ生まれの黒人選手が増加したことに対し、バナナを投げ入れる差別行為が頻発した。2014年4月27日にエル・マドリガルで行われたリーガ・エスパニョーラ第35節のビジャレアル対バルセロナ戦において、バルセロナのダニエル・アウベス選手が投げ込まれたバナナを胃に介さすその場で食べるという行為に称賛が集まり、世界的な差別撲滅キャンペーンへと発達した。日本では2014年8月に横浜 F マリノスのサポーターが試合中にバナナを振ったとして無期限入場禁止やクラブに対する処分が下されている。この事件から日本でも関心が深まることになった。ありがとうございます。